でかい、やめろくれよ、やめてくれ。皆さんこんにちは、マストディーズ。さあ今回はですね、マリオコンバット、こちらの方で遊んでいこうと思います。こちらのゲームはどんなゲームか、おお、めっちゃ勢いがいいね。こちらのゲームはなんと普通のマリオに、格闘ゲーム要素をね混ぜ込んだとんでもないゲームです。早速プレイしていきましょう。操作方法はムーブと、わー、わからない。待て。なんだこれは。すごい。ちょっと音量があまりにも大きかったので、ね、調整しましたけどね。ジャンプが、これか。オッケー。これ結構難しいな。ほ、ジャンプ、オッケー。あ、ボール、うら、ファイヤーのこのこ強えな、お前。赤子、やめろ。来るな、あっち行け。よし。まだおるか、やめろ。もういや。あ、こいつ登ってこないんだ。バカめ。ファイヤーボール、あ、無理か。ファイヤーボール、あ、声から聞くんだ。いじめ。無限ファイヤーボールいじめだな、これ。壁貫通するんか。ほらひゃ、あ、すげえ。あ、これあれだ。スババみたいに溜め技できるの、これで、ね。この長押し。長押しで、あれ長押しできないな。どこ行った長押し。長押し消えた。まあいいや、行こう。さあ、第2ステージですね。ちょっと待って、一回どうしようかな。もう行っちゃうか、これ。まあ、やっぱ下にいるよね。こんな気がした。よし。お前らはもう俺の肥やしだ。死ねえ。あ、やばい。なんか、ステージ進んだんだけど、待って。お前ら敵なん？待って、キロピオ。おい。聞いてない、それは聞いてない。おい。裏切るの、ま、キノコ王国を、お前。なんでクッパ川に釣れたんや、何があったんや、お前ら。究極的な問題か、お前。あっち行け、おら、勝利剣ファイヤーボール。よし、おら、キノピオ、おら。マジかよ、キノピオまで裏切るんかよ、この世界。やばいな。おぉ、待て。3人目のキノピオ、待て。これ、ピーチ怒るぞ、お前。チクってやろう、お前、キノピオ、お前。あれか、もしかして、復旧かな、最近流行りの。キノコ国もあれか、一つの職業じゃやってけんけん、あれか。クッパの手下について、復旧してるのかな。キノピオ、おー、めっちゃ来るな、マジで、キノピオ。何人裏切ったん。来すぎ。ほら、よし、オッケー。だいぶこれ、きついな。オッケー。あー、これね、このステージね、キノコがあるステージ。俺、これ苦手なんだよ。ほっ、オッケー。よし、全員無視してくる。オッケー。まだ来るか。ほら、よし。で、ここは下になんか、あ、オッケー。これ下が見えるの怖いな、マジで。よし、バカめ、キノピオ。あー、危ねえ。あ、でかい。やめてくれ。おっ、でかい。これさ、こんな、マリオ嫌だって作ったね、動画で。作ろうかな、外伝で作ろうかな。この動画でやばい、やられちまう、やめろ、あっち行け、頼む、くれ、キノピオ、くれ、頼む、めっちゃ不安も来るしね、くれ、頼む、こいつ強すぎん、ボスか、こいつまさかボスか、キノピオの分際でお前ボスなんか、もしかして、お前、クッパ差し置いて、ボスキャラなんて、許せん。おーし、おれー。あれね、落とす作戦ね。いや、これ普通戦ったら、いや、全く倒せんわ、あのキャラは。よし。あ、うわ、待って、お前普通に出てくるんかい、クッパ。クッパ、しかも、さっきのキノコよりしょぼそう。待って、でも俺もう、死にそうだから、やめてー。あ、これそのままやり出せるんだ。オッケー。死んだとこからやり出せんだね。新鮮さっきだな。死ぬ、クッパ。貴様の命日は、今日だ。ファイヤーボール、ファイヤー、待て、何そのジャンピング強くね。ほら、ファイヤーボール。え、待って、これさ、クッパのファイヤーより俺のファイヤーの方が強くない？俺のファイヤーの方が強い剣について。マリオ最強剣、クッパだとほら、あさっての多く打ってるじゃん。お前やめろ、それが一番強いわ、お前。炎を吐くよりお前踏みつき強いってどうなっとんや、お前の。うわ、まあ捨てた設定は。いやー、でもやっぱファイヤーは、あ、待って、意外とくる。ここに来て、命中性が増したな、お前。やめろ、やめとけ。え、これ倒せるか。これ普通に強いんだけど、このクッパ。待て。とりあえず、いや、これきついな。やめろ、やめてくれ。近づくとはまずいな、これ。ふっ、あ、やばい。
オッケーオッケー、一回落としといて、やめて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 、ほっ、やっ、ほっ、ほっ、やっ、ほっ、やっ、あ、これ意外と近距離戦が強いかもしれないな。も何も考えず近距離で殴り続ければ、やめろ、それはそれは禁句、それは禁技、やめろやめろ、お前封印するぞ。はっへやっはっ、やめろ、あちげ、やめて、踏む、踏む前に、踏む前に殺したい、やめろ、でで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 で、あああああああ、あとちょっとやったの、あ、クリアした。あ、打ちしたんだけど。オッケー、いやーもう台風のようなゲームだったな。あのね、テンポだけはめちゃめちゃ良かった。いやー今回はね、マリオコンバットデラックス、こちらのゲームで遊んでいきました。いや最近ね、スーパーマリオメーカー2がね発売されるいう発表されてね、マリオがねかなり盛り上がってるんでね、やっていきました。あー、あー疲れた。さあ今回はこの辺で終わります。またね、なんかこういうマリオのゲームが面白いっていうのがあったらね、コメント欄に書いててください。じゃあ今日はこの辺で終わります。今まだ2月なのにもうすっげー汗だく。バイチャー。こんなマリオは嫌だ。ほっ、ジャンプ、オッケーオッケー、まばば、あ、ノコノコが殴りかかってくる。こんなマリオは嫌だ。お前ら、お前ら敵なん、待て、キノピオ。キノピオが殴りかかってくる。こんなマリオは嫌だ。はっ、でかでかでかいでかいでかい、やめろくれ、やめてくれ。おっ、キノピオが超でかい、しかも殴りかかってくる。こんなマリオは嫌だ。しやし、あ、うわ、待って、お前普通に出てくるんかい、クッパ。さっきのキノピオの方が強そう。あとなんかキモい。